皆さんこんにちは、ペストでございます。桃鉄 V83 年目かやっていきたいと思います。さあ、とっととちょっと名古屋のホールね、変えちゃいたいですね。っていうか変えてほしいですよね。7、あー8かよ。買収カードの方が欲しいよね。あーダメか。しょうがないね。おお、大垣、いや、あらら、使い切っちゃった。ああ行ってくれた。オッケーオッケー、結果オーライですね。南の方がいいね、ゴール。うわー、また北海道か。あ、カード掘られるね。7、8、ここは、あ、いけるいけるいける、行きましょう。まずオレンジカードを2枚にしとこうか。はい、まあ正直言うとね、お、あ、デンスケさんか。買収カードね、手に入れときたいんですけどね。あ、お金捨てられる。マイナス200億が当たり前の世界になってきてますよね。熊本か。行かないよね。
はい。買収カードが欲しいんですけど、北海道に売ってるところがあったよ。ここだっけ？あ、違う。ここか。あれ？ここも違うよね。ないんですよね。ということで、まあ、東北本線のどっかで買わないといけないんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8マス出ればいけんのか。はい。あー、いけるかな。11マス、ラッキーラッキー、いきましょう。はい。これで OK ですね。はい。海峡まで来てるね。ああ、連れて帰る。おここへ来てね、ボンビラス製の確率も高くなってきましたよね。さあ、今回私は上と見てます。真ん中はね、一回もなかったんじゃないかな。上が一回だけあったのかな。それ以外は下だった記憶がありますね。しまったね。オレンジカード買い直しておけばよかったね。おお、いい数出ますね。ああ、もう残り4マスのとこまで来てる。さあ、どっちへ行く。下へ行った。そうですね、ちょっと地道に行きましょうか。久々に見た。あー、うるさいうるさい。あー、たらればね。
おー、んで電池消さんねんの。へえ。イベント目白押しですね。はい、9月ね。お、到着。あー、5か、ちょっと寂しいね。あ、生きよったそっか、早かったな。南の方がいいね、そしたら。あー、仙台か。わ、一番中途半端なとこにいるよ今。あ、でもね、うまくいきゃいけるのか。あー、正解した。ついてる、ついてるっていうか分かってるのかな。はい、ということでね、三浦半島のところまで帰ってきましたね。いや、もうやめてきますね。野球イベントはちょっと長くなっちゃうんで。まだそうか、津軽海峡渡ってないんで、1枚だけ使っときましょうか。でっかい数。はっ、17マス。あ、いい感じじゃない。ここはちょっと遠すぎるか。まあ、とりあえず向かいましょうか。あ、こっから7マスか。1、2、3、4、5、6。あ、ラッキー、いけるね。2、3、4、5、6、7。あ、こっちは届かないんか。フラムが6マスだったんでね、ちょっと惜しかったですよね。まあ、カードの駅行っておきましょう。はい、こんな感じでいいかな。
ボンビーさんたまに特製レカードも手に入れてきますからね。1234567891011121213、あ、わかんない、結構遠いな。はい、あ、5マスかよ。登り別、あー、増資できてないね。ねえ、全部買い占めなんてね、前回言ってましたけど、北海道が意外と取りこぼし多いんですよね、これ。さんがっつくなそんなに急いでもかんでもね、いいんですけどね。あ、トラベルチャンス。トラブル、トラブった。オタルがね、抑えれなかったから、1234567891010、あ、11なんか絶対出ないよね。いや、あのオレンジカード使った場合の話ですけどね。よっ、コマス。あー、足りんのか。まあ、まだみんなそんなに近づいてないので、いけるかな。ちょっとバックしとこうか。あ、そんなとこでワクチンカード使うんだ。ああ、近づいてきたね。ああ、佐久間さんで20マスか。これやばいな。はい、ラスト2ターンね。私で今、あ、25マス。12。いけるかい？いけない。北見。あー、3つか。ホタルはね、いつでもいけるんで、いつでもっていうか、まあ、ノーリング券あるとこね、抑えたいんですけどね。あー、ダメかい。
ああ、押さえてるね。はいはい。微妙な調節がね、難しいね。うわ、出すんだ。あっそう。エンマさんどうしたん。ここで吸収か。そうですか。これは是が非でもいかないとね。あ、壊滅しちゃった。連チャンですね。あと60マスもあるんだ。とりあえずカードの駅に行きたい。お願いします。でっかいカード。はい。あー、12かよ。1、2、3、4、5、6、7。ここいける。あと特急2枚。もう間違いなくバックするよね。あ、そうか。あと東北は福島が独占の場所なんでね、押さえとかないとダメなんだよね。あ、水戸ね。まあ水戸納豆ね、有名ですけどね、私関西人の割にはね、納豆食べれるんですよね。結構好きなんですよ。と言ってる間に決算が来ちゃいましたんで、1256億4600万が収益ですね。ちょっと下がったんですね。はい、総資産は上がっとるはずです。確か、うん、ね、2兆5933億1560万ということですね。ちょっとね、グダグダしてたんでね、難しいかな、全部買い占めは。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。また次回お楽しみにしておいてください。それでは皆さん、さよなら。